さあバンタム級シュートでも非常に選手層の厚い階級です。宇野選手、この18歳の永井、はい、あの新宿大会はものすごい攻防を見せましたから、関係者の期待がぐぐぐっと上がっているところなんですよね。そうですね、このマッチメイクからしても新井選手と当てるということはやっぱり期待のマッチメイクだと思いますね、はい、新人王と対戦します。さあ去年の新人王か、今年デビューの永井か。早いテンポで攻めます。おっと右ストレート、蹴りに直した。いや内野強いですね。やはりあの空手ベースの選手ですから。そうですね、あの近距離からのいわゆるノーモーションというものか、そこがないままでもクリティカルヒットを出してきます。長い新井選手としてはこの組ですよね、組の展開を、はい、組んでから展開作れるかというところが一つポイントになると思いますね。このレスラー、まあ、レスリングベースの新井、おさあ離れた、おやっぱちょっと右のもらい方がちょっとこれ平選手、はい、右がどんどん入ってくるというのは新井選手見えてないというんでしょうか、どうなんでしょう。そうっ、ね、あったローブロー、まあ、右ストレート被弾してるんですけど、まあ、右のミドルからつなげたりとか、はい、蹴りも同じぐらい多く打ってるんで反応しづらいと思います。うん、要は手数を増やしていて、まあ、スピードも速いと蹴りから入るんで。さあどうだ、ちょっと頭が注意するようにレフェリーがありますが、この右からの蹴り、これは宇野選手得意の形なんでしょうね。もう考えなくても出てると、蹴りもスーッとこう出てきますよね、はい、どうだ、左に当たった、いいだ、これはストップだ、ストップ、長井がナックアウト、すごかったです。じゃあこれは新井がキャンバスをなめ、いや、いい選手ですね。18歳がやってのけました、新人王を食らいました。最後やっぱり右ですか、右からですかね、宇野選手ね。そうですね、いや強い、さあ平選手、はい、まあ、平選手もね、やはりあのキャリアスタートした時にはもう若い若いというふうに言われたんですが、18歳の永井選手を見てどうですか。そう、やっぱり若いなって感じますね戦い方も若いですけども、はい、でもあの最初の組の攻防でしっかり、はい、あのレスリングが強い新井選手相手にしっかり、切って離れたところを見て、あのしっかり強い選手だなって思いました。さあマイクです。こんにちは、ドライブ東京 MMA の永井川です、前回僕デビュー戦ドローっていうすごい悔しい結果だったんで、まあ、今回勝てて本当に良かったです、ここからどんどん強い人倒して上行ってすぐチャンピオンになるんで応援よろしくお願いします。